あれなんですけど、ラインライブたくさんのファンの方が頑張ってくださったので、ギフトなのでお礼配信したいなと思ってこっちの方が、こっちが本当の延長線ってきたただの私の本当にありがたいなと思ってお礼配信したいなと思ったからショールームさん借りして、多分 LINE ライブの方でお礼配信したらみんながギフト投げたりとか頑張っちゃうから、ショールームさんの方で改めてみんなにありがとうって伝えたいなと思って配信させていただきましたはい、すごいいっぱいたくさんの方が課金してくださって、頑張ってくださって本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しかったです、うん、ちなみにこれが終わったらみんなのデートプランを読みながらニヤニヤして寝たいと思いますでも明日早いんで、朝早起きなので早めに寝なきゃなんですけど、本当にありがとうございます。壁紙楽しみだってね、楽しみにしててください、うん、本当に、うん、たくさんありがとうございました。すごかったですよ本当にねなんかいろんな人がたくさんポチポチしてくれてたうん、ライライブお疲れ様でした、お疲れ様でした、本当にありがとうございました、バイバイ、うん、ありがたかったです、うん、そうお着替えしましたもうマックスお疲れ様ってね、お疲れ様、お母さんがね、なんかマックスがそうやっていろいろやってるのが好きで、ミクはねあんまり夜だから吠えたりっていろいろやってもらいたくないんだけどめっちゃお母さんが一緒に遊んでます、マックスと物ね投げたりして、そうどこどこ言って近所迷惑にならないか心配です、私は本当にどっちが親みたいなうん、朝だけにしてもらいたいですね、うん、リクエストに答えていただいてありがとう、いえこちらこそ、料理の音がいい ね、お父さんがさっき帰ってきたのでおばあちゃんがご飯を作っています、うん、そうなんです、ありがたかったです、本当にありがとうございました。イブちゃんね、イブでは多分寝てる気がする、うん、楽しかったですね、 LINE ライブ大丈夫かなって思ったんですけど意外とスムーズにいけてよかった意外とねいけました。でもたくさんなんかこうイベントみたいな、なんか企画とかいろいろあるじゃないですか、そういうのもたくさんファンの方は LINE ライブ入れて準備してくださったりとか、なんかそういろいろなんか協力応援してくださって、めちゃめちゃありがたいなって思いました本当にありがとうございました、うん、嬉しいです、いつも協力してくださってるから、なんか最近はなんかこう昔と比べてやっぱもう8年目になるので、応援してくださってる方がどんどんやっぱ入れ替わりっていうんですかね、ファンの方のとかを感じるんですけど、そんな中でもなんか毎回毎回どの時代というか
いつでもファンの方がたくさん支えてくださってるのが本当になんかありがたいなって思うし、そう、なんか頑張りすぎてるところ見ると申し訳ないなと思っちゃうし、本当にありがたいなって思います。嬉しい。そう、まだねピコピコ遊んでるなぬ入れ替わってるのかって、なんかだからファンの方ってさ、その急に真面目な話にもなっちゃうけど、なんかやっぱずっと応援するっていう方もいれば、やっぱ推し編とかいろいろあったりするじゃないですか。そういうのもある中でたくさんたくさん毎回ね、入れ替わりなさつついろんなファンの方が頑張ってくださってありがたいし、もちろん昔から入れ替わらないで応援してくださってる方もいるけど、なんか最近はそういうのがよく目に入るから、そんな中でもなんか変わらないでずっと応援してくださってたり、また新しく応援してくださったりっていうファンの方がたくさんいてくれて嬉しいです。はい、そう、ついたり離れたりって感じだけど、でもどの時代もこうやって応援してくださってるのはめっちゃありがたいです。うん、なんか個人的には最近こうやってなんかイベントとかで競うというか、そういうのもなかったじゃないですか。個人なんかそのどっちかのみずほとツバメ選抜のどっちかの曲が使われますとか、個人的にはなんか24人の曲があるんだから24人の曲でいいじゃんって思ったりとかいや平和主義だから思ったりとかもするけど、でもやっぱりそうやって競い合うことで、なんだろうな、メンバーのなんて言うんだろう、頑張ろうっていう気持ちが上がったりとか、ファンの方が応援しようって気持ちが上がったりとか、絆が深まるんじゃないかなって思ったから、なんかこうやってメンバーとファンの皆さんと一緒に力を合わせてやる企画はやっぱあんまり最近はなかったので、すごい楽しかった、楽しくできました。はい、だしやっぱりこういろんな目標を達成していって、ファンの方と掴むものってなんか特別な感じがして、ただ単にこれが決定しましたっていうのは、まあ、ありがたいし、ファンの方にも負担をかけないから、すごくそういうのもこれからできるグループになりたいなとかも思うんですけど、やっぱ何かをファンの皆さんとメンバーと一緒に成し遂げて得たものってすごく大きいと思うから、その感動の気持ちだったりとか、だからなんかいい企画だったんじゃないかなって個人的には思いますどうでしょうかはい、なんか最近は JR 九州さんとかだったり、なんかいろんなのねコラボさせていただいたりとか、地元を大切にしてる感じもあって、すっごく活動してて楽しいですね。ありがたいです、いろんなお仕事ができていて。チーンはい、うん、だからなんか他のメンバーの LINE ライブの配信とかも見ていたんですけど、 HKT ファン全体でこういろんなことに協力してくださってるのをすごく感じて、チーンって言ってるみんな遅れてコメントかん、なんかすごくなんか心が温まりました、みんな頑張ってるの見て。なんかそういうの最近なかったからね、懐かしかったです。はい、うん、ちなみにツバメ選抜の曲も使われるのでありがたいです。やっぱりさいね、歌いたいなと思ってたから、ありがたい、ありがとうございます。あ、円山動物園って言ってたけど丸山動物園なんだね。おお、なるほどね。うん。でもなんかファンの方がたくさんギフトを送ってくださったりとか協力してくださって、
なんかもうね、泣いちゃいそうになりました正直涙もろなんかみんなが頑張ってるの見てるとね、泣いちゃいそうになっちゃうの。もうすごい嬉しいなって思いました本当に、はい。個人的にはもう HKT のメンバー全体で何か掴めるお仕事があったらいいなと思うし、まあ、そう行くことが難しいかもしれないんですけど、メンバー一人一人頑張っていろんなお仕事を掴みに行きたいなって思います。楽しかったですね、はい。漢字の読めなさと考えがしっかりしてるところのギャップが良すぎるな、だって。どんなギャップ個性強、どんなギャップ、そんなんギャップでキュンって来ないからもうよくわかんない、面白くて、はい。でもたくさんのファンの方頑張ってくれてて嬉しかったです、はい。最近はグループ全体のことを考えてるよねって、なんかね、そう、最近は本当にそう、自分一人でこれやりたいっていうのももちろんあるし、考えてるしあるんだけど、やっぱなんか最近はそのやっぱ HKT として上に上がっていくことに意味があると思ってるから考えますね、いろいろ。ただなんかそっちの方面で考えると、やっぱ自分のことに力がつけれないから、自分のことを考えれなかったらグループ全体のことも考えれないと思うので、まあ、自分のことも考えつつ最近はグループのことも考えるようになりましたね。なんか複雑です。自分はこうやって頑張りたいけど、でも HKT 全体で考えた時にうーんってなっちゃうから複雑な気持ち。今日とかもそうです。今日とかもみずほとツバメで競争して対決して、自分の気持ちだとツバメ選抜の曲歌いたいし頑張りたいと思うけど、全体を通してみた時にやっぱり思っちゃうこともあるしって感じで難しいんですけど、でもまあ昔からなんか輝きたいとかもっと人気になりたいって気持ちは変わらないから、まあ根本向上心の塊なんで塊でもないんだけどあるんでまあなんかそのそういう気持ちは昔から変わらん。だからこういうなんか対決とかも頑張るときは頑張りたいみたいな人だからめっちゃありがたかったです。ありがとうございます、はい。すごい嬉しかったです、みんな頑張ってくれてて。なんか HKT でね、なんかさこうやっていろいろさやるとさ、なんかさ、なんかさ HKT 内でこうやってさ対決するっていうのなんかあんま最近なかったからさ、うわーってなりました、すごいって なりました、はい。だから自分はそんな HKTさ、なんかみずほ選抜応援しようっていうファンの方とかももちろんいるじゃん。そういうのも見ててなんか自分はやっぱなんか昔はなんか昔はめちゃめちゃ初期は負けないぞみたいな多分思ってたんですけど、今はなんか逆にこうありがたいなっていうか、その HKT を応援してくれてること自体がありがたいから、別になんかそのツバメを応援してもみずほを応援しても HKT を応援してることには変わりがないから、最近はそういうなんかなんて言うんだろう、なんか昔だったら絶対にねなんか負けないとかそういう気持ちも あるのに、今はなんかそのみずほ選抜を応援してくれるファンの方自体がもうありがたいと思うようになりましたね。やっぱ HKT 応援に対して何かやってくださってること自体がありがたいかな。HKT のファンみんなが大好きって思いましたHKT 応援してくれてるファンの方がみんな大好き別になんかそのね
HKT のメンバーで対決とかいろんなのがあるとしても、でも自分のことを応援してないとしても、でも HKT 応援してくれてるから、もうミクはもうそれでも好きなのよ。だから HKT 応援してるイコールもうミクリン大好きです。みんな大好きだから DD ですなって言われてる。だからもうありがたいなって思いました本当に。しかも久々のなんかこういう感じだったから、うん、本当にありがとうございました。自分もまだまだねファンの皆さんと楽しみつつ頑張っていこうと思います。ということで急遽配信やったからあれだったんですけど、あの LINE ライブ本当に課金とかねいろいろしてくださってありがとうございました。やっぱ最近は前に立たせていただけることも多くなってきたからこそ思うんですけど、その自分の力ももっと強めていって、なんだろう、歌番組だったりとか、それこそこうやって何かを得ないともらえない企画だけじゃなくって、オファーをいただけるくらいまで人気なグループにしていきたいと思うので、たくさんのところで HKT を見れる機会をもっと増やしていきたいなと思います。福岡だけじゃなく全国の人気な、もうワールドで人気なグループにしたいって思ってるから、まだまだ頑張って自分もね力をね上げていけれるように、たくさんファンの方と楽しんでいけたらいいなと思います。本当にありがとうございました。はい。ランキング読んで終わりたいと思います。ただのお礼配信本当に。13位からアルミさん、ジュニアホーマンチックさん、11位サシナコウジさん、10位シロウケンさん、9位ブチさん、8位ナオッチョさん、7位アマサさん、6位はジジリンゴ、5位はシゲピー、4位はミヤオイさん、3位はラブミクリン、2位マジさん、1位はギリチのケンさん、ありがとうございました。なんかめっちゃ話したから真面目配信みたいな感じになったと思うんですけど、気持ちをしっかり伝えれたので、たまにはこういう配信も許しちゃってください。ということでありがとうございました。楽しみですね、獲得、みんなで獲得した企画ツバメとみずほね、本当に久々だったからなんか泣いちゃいそうになりましたよ本当に。ありがとうございました、楽しかったです。またね明日見てね、カウントダウン TV みんな大好き、バイバーイ。